緑の党は日本の政治団体。1981年に日本の震災翼である日本労働党より分離して結成された。平和、脱原発、人権、連帯を掲げる。各国の緑の党との関連はなく、三橋派緑の党や緑の党と呼ばれる。創設者は三橋達夫、党首は津島哲氏、機関紙は日本新聞。 青森県を基盤に独自に活動していた震災抑グループが一時、毛沢東主義を掲げる震災抑党派である日本労働党に合流、その後、同党青森県委員会から分離した党派である。創設者の三橋達夫が毛沢東主義を独自に解釈したものである独特のイデオロギーを有する。こうした経緯から中華人民共和国に好意的で 毛沢党や毛沢党主義を掲げていたポル・ポト派を賛美していた。また、フセイン政権下のイラクを緑社会主義国として称賛していた。したがって、緑の党を称する国内外の環境政党とは、思想面においても、活動面においても全く異質の存在であるが、彼らの著作物にはあたかも有効政党であるかのごとく、そうした緑の党の記事が載せられている。 かつて国政選挙に候補者を擁立したことはあるものの、全国的な活動は見られない。東京特別区議選には、複数の区に候補者を擁立し続けており、現在大田区に現職区議会議員1名がいる。関連組織の日本ボランティア会が、首都圏や近畿地方の各駅前で強引な街頭募金活動をし、たびたびトラブルを起こしていたことでも有名である。しかし、 2003年6月21日に日本テレビの報道特捜プロジェクトでその実態が報道されたことにより、以前ほどの強引さは見られなくなった。赤羽にある銀河ジョイ。ありがとうございます。